ま、えー、もなくサザンブリーズ放送開始でございます。あもうすぐやんし。はい、十秒前です。五秒前。二一。

5月22日月曜日時刻は午後5時を回りました皆さんいかがお過ごしでしょうかこの時間は FM 技能ントロピカルビーチのサテライトスタジオからですね1時間サザンブリーズをお届けしたいと思います毎週月曜日担当しますのは FM 技能ンスタッフのひろきです皆さん1時間どうぞお付き合いくださいさて本日ですねちょっと曇っておりますが僕がですね FM 技能ン来る時にですねちょっとポツポツと雨が降ったり降らなかったりだとかだ で今はですね雨は降ってないんですけどちょっと曇っておりますがですねビーチでねちょっと海を眺めるぐらいには別に大して問題ないかなっていうぐらいですのでぜひお近くにいらっしゃる方はですねぜひともトロピカルビーチに遊びに来てほしいなと思いますさて今週というか先週のですね土日土曜日の話なんですけどうちの母がですねようやくスマートフォンに 皆さんのお父さん、お母さん親御さんとかはですねもうスマートフォンを使っておりますが僕もですね友達、友人とかがですね親から LINE 来たよとか親に LINE しないといけないとかって話してたんですけどそもそもうちの親はですね父親も母親もガラケーを使ってましてもうそもそも LINE って一体何なのっていう世代。 なんですが、うちの母親がですねどうもモアイのメンバーがこのやり取り、LINE でしているらしく私もちょっと LINE にし,しないとなんかねみんな連絡してくれないのよ、面倒くさいからみたいなことをほざいててでもしな、LINE に使わないといけないのかなだからスマートフォンをしないといけないのかなということでついにスマートフォン、まあ、簡単携帯のスマートフォンなんですけど簡単スマホにね機種変更したんですけども。 いやね時代の流れですよね、みんなねスマートフォン持たないといけない時代になってきてるんじゃないかなと思います、ちなみにですね僕がスマートフォンに変えたのが2013年なんですよ、まあ、5年15 3年だから1、16、17なんで3年前かな、3年前ぐらいなんですけど、まあ、周りの中ではだいぶ遅い方でしたね、僕もねどちらかというと何がないんだよ。 こんなのってメール使いメールみたいなねちょっと時代に逆行しているようなやからだったんですけども僕がねスマートフォンに変えないといけないなと実感したのがですね 僕が大学3年生の頃にですね国際交流系の団体に入っておりましてで外国人の友達がねたくさんいたんですけども彼らと連絡取る手段がですねやっぱり SNS、Facebook のメッセンジャーとか LINE なわけなんですよ。なのでメールを持ってたとしてもメールでのねやり取りがちょっと海外になるのでこのいわゆる携帯会社のキャリアのメールは使えなくて。 例えば Google の Gmail だとか Yahoo の y a h o o メールに送らないとメール使えないわけなんですよ。でメールのやり取りってやっぱ面倒くさいわけじゃないですか。LINE とかメッセンジャーですとすぐ通知が来てすぐメッセージを返せるってわけなのでやっぱこれをね使ってからいやーやっぱりこれからの時代はスマートフォンに変えないといけないんじゃないかってことを思って僕はスマートフォンに変えたわけなんですけども。多分、ね、周りで今時 あの俗に言うガラケーってやつを使っているのはこの仕事持ちで2代目とかそういう人しかいないんじゃないかなとあとまあ年配の方ぐらいで若い人で私未まだにガラケー使ってますっていうの人は僕と同じ世代ではいるのかなと思います皆さんの周りにですねまだ私はガラケー使ってるぞっていう方がいましたら是非。 教えてください、まあね、こう時代にね流されないっていうのもいいんですけどもうねちょっと時代についていかないといけないんじゃないかなっていう時もありますのでもし皆さんね、ね私このタイミングでスマホに変えたっていうエピソードがあればね寄せてくださいただ、今日のメッセージテーマはちょっとスマホに関することではないのですけどももしまあスマホに関するメッセージがあれば皆さん、ぜひお寄せくださいでですね本日のメッセージテーマはですね何にしようかと思ったらですね えとですね、今日5月22日、2012年5月22日がですね、あの東京スカイツリー、皆さんご存知の東京スカイツリー、確か634メ,メートルなんですよ、この武蔵、この東京地方のことを指す武蔵から634メートル武蔵の東京スカイツリーがですね、2012年の5月22日に。 開業したということなので本日のメッセージテーマちょっとそれにちなんだものでいきたいと思います本日のメッセージテーマはあなたの行ってみたい観光地はいあなたの行ってみたい観光地ありましたらぜひ メッセージお寄せください沖縄にいる方はです、ね、県外でもいいしですし外国でもよろしいのであなたの行ってみたい観光地また行ったことない観光地あればぜひお寄せくださいおすすめでもいいですよえメールアドレスは7 9 7 f m g i n o o c o m 7 9 7 f m g i n o o c o m まで皆さんのメッセージをお待ちしておりますよ今ビーチにいらっしゃる皆さんですねこちらえっとですね、えー、っとこの売店が あるところにですね FM ギノワンのトロピカルビーチのサテライトスタジオございます今これ生放送で実際電波に乗っていますのでえどんな風に放送してるんだって気になる方がいましたらですねぜひともビーチのサテライトスタジオの方まで顔を出してください私の方がね手を動かしながら体を動かしながら喋っていますのではいぜひとも見に来てくださいよろしくお願いしますそれではオープニングナンバー早速いきたいと思います本日5月22日はですねサイクリングの日 という日になってるみたいですよ自転車沖縄であまり馴染みのないサイクリングですけどもじゃあそのサイクリング自転車サイクリングの日にちなんでこの曲お届けしたいと思いますそれではお聴きくださいクイーンでバイセコーレースですどうぞ ははい、はい皆さん、聞こえますでしょうか、どうもどうも、メッセージありがとうございます、あマスオさん、こにゃにゃちは今日は珍しく聞けます、ひろき先生、梅雨はいつ頃明けますかって来ているんですけどね、私の予想ですと、例年6月23日頃なので、まあ今年もその辺に明けるんじゃないですかとしか言いようがありません、申し訳ございません。 ちょっとですね先ほどメッセージをですねやるの忘れてたのでちょっとですね作業をしながらお届けしたいと思います ちょっとですね、今、準備の方をですね、あまりやってきていないので準備をしながらツイキャスをお届けしたいと思います本番にですね、皆様のメッセージをお読みいたしますのでちょっとお待ちください。なんせ、ね、このスタジオですね、用意されていないゼロ,、まあ、ゼロではないんですけど10ぐらいの状態から100に持っていきますので私1人で作業してますのでちょっとですねあの 準備に手こずってしまいますとね番組の、ね、準備がねちょっと遅くなってしまいますのでちちょっとちょっっとと <laughs> ですね放送ではクイーンのバイスコーレースをおかけしております。あら 時時刻は午後5時10分を回ったところですこの時間は FM ノワ湾トロピカルビーチのスタジオからサテライトスタジオからサザンブリーズ生放送でお届けしていますよ、はい、クイーンのバイセコーレース、もうひたすらもう自転車に乗りたい、自転車に乗りたいという、今日はですは、ね、自転車に乗るのにはあんまりふさわしくないような天候なんですけどもも沖縄も、ね、晴れたらです、ね、最近、ね、結構自転車を乗っている方、見ますよね。このいわゆる 競技用の自転車に乗っておられる方もいらっしゃるんですけども最近皆さんよく見かけると思うんですけども外国の方ですねよく沖縄に住まれてる方増えておりましてその方々ですね多分まあ外国の地でね運転するわけにもいかないしまたバイクとか車って高いので結構自転車で移動されてるものの方をですね僕お見かけするんですけどもそういうのもあって多分沖縄のね自転車に乗る人 増えているんじゃないかなと思いますよ。はい。でツイキャスにもですねたくさんメッセージコメントいただいているのでご紹介したいと思います。マスオさんこんに,ゃにゃちは今日は珍しく聞けますよってありがとうございます。ひろき先生梅雨はいつ頃開けますかと来てるんですけどまあねまあ例年通り6月23日付近で開けるんじゃないかとしか僕はね専門家じゃないのでそうじゃないかとしか言いようがありません。はい。でですねマスオさんから 柄系だよって来て来おりますすそうなんですか僕何回も会ってるんですけどそういえば携帯を開くシーン見てないんですけどじゃあ結構フェイスブックされてるんですけどパソコンでフェイスブックされてるんですかね、まあ、フェイスブックされてる方よく携帯ですぐ写真を撮って投稿してると思うんですけどもどうなんだろうどうなんですかねマスオさん。 ありがとうございますスプリームさんからいただいております東京から月曜日はお初のスプリームですって来ておりますありがとうございますそういえばですねスプリームさん先週というか昨日おとといのね土日に東京の場所どこだろう代々木かなでなんか沖縄のね大きい沖縄祭りがあったみたいで県内のアーティストさんが結構そちらの方に行ったみたいなんですけどスプリームさん行かれましたかねはいでマスオさん だからせめてもフューチャーフォンって呼んであげて,ってせめてフューチャーフォンって呼んであげてって聞いておりますありがとうございますそうですよねガラケーって皆さんなんでガラケーって言われてるかご存知ですかもともとはですね日本の携帯って海外の携帯より進んでいましてなのでこのガラパゴス諸島ってあるじゃないですかこのもう人が触れないからガラパゴス諸島の植物動植物ってすごい進化して 他の地域では見られないよようななな形になったんですよなのでそこからガラパゴス諸島みたいな形態だねってことで日本の形態を揶揄する言葉としてガラパゴス形態で略してガラケーって言われるようになったんですけどそれからいつしか普通の形態、まあ、いわゆるこのマスオさんがおっしゃってるフューチャーフォンパカパカでボタン付きのあの形態が ガラポゴス携帯ガラケーって言われるようになってなぜかそのスマートフォンの対辞として使われるようになったんですけどねまあそうですねフューチャーフォンあの急にガラケーって出なかったんであフューチャーフォンって出なかったのでガラケーって言いました今今日からですねまあ番組ではフューチャーフォンとお呼びしたいと思いますはいどうもメッセージありがとうございます今日のテーマはですねあのー。 スカイツリーの開業に合わせてあなたの行ってみたい観光地で募集していますので皆さん、ぜひともあなたの行ってみたい観光地でメッセージをお寄せください。ツイキャスありがとうございますね。野の中の銀のほたルさん、おはキックス、久しぶりって久しぶりですね、ありがとうございます、はい、メッセージ、コメント、どしどしお待ちしておりますのでぜひともですねメッセージ、ツイキャスのコメントをお寄せください。 ではですねこの時間はお天気道路交通情報をお伝えいたしますまずは気になるお天気情報からお伝えしますえ沖縄本島中南部本日5月22日北東の風やや強く曇り時々晴れ波の高さが3メートルの地2.5メートルとなっております降水確率が 午後零時から午後六時までが二十パーセント、午後六時から深夜零時までが十パーセントとなっております。日中の最高気温那覇で二十八度となっております。今日もですね、ちょっと蒸しっとした暑さが続いていますので、皆さん気をつけてくださいね。はい。で、この FM ギノワントロピカルビーチのサテライトスタジオから見えます風景ですが、今ねもう海のそばなので。 海側の様子が見えるんですけど、こちら、ですね雨がぱらついてる様子はないんですけど、ちょっとだけ風が、木々がね、多少揺れております、でちょっとぽさぽさと雨がたまに降ったりやんだりするんですけども、そんな傘をささないとていうぐらいの量ではございません。で、海がですね、結構、海のね、青いところの境目が見えるぐらいなので、そんなに天候悪いわけではないですね。はいで そこまで波も立ってないですね。はい。でも比較的今日はね、曇ってわるいる割には海がきれいに見えます。はい。ぜひともビーチの方にですね、この夕暮れ、まあ、今日はね夕日は見えないと思うんですけども、この仕事疲れを癒しに来てみてはいかがでしょうか。はい。以上お天気情報をお伝えしました。続きまして道路交通情報をお伝えいたします。はい。えー、まずは渋滞情報から。 国道58号線、こちら、北谷交差点付近で北、北行き渋滞が発生しております。はいえー、続きまして、えー、那覇市内、義母十字路で、えー、こちらえ、早行きそれから浦添方面行きがですね、渋滞発生しています。 それから西原町坂戸交差点付近で南行き渋滞が発生していますそして、えー、国道3 3 5線宜野湾市内がねこ交差点付近で北行き渋滞が発生しております、えー、以上渋滞情報でした続きまして、えー、混雑ですね混雑しているところをご紹介します、えー、国道3 3 5号線古島インター付近で南行き、えー、混雑しています え以上混雑情報でした。続きまして規制、えー、情報をお伝えいたします。はい。えー、っとですね。はい。えー、県道二百四十一号線上り下り浦添市西原入口浦添市前田入口バス停付近で。 道路交通のため一車線規制が敷かれておりますこちらの通りを通られる方は早めの車線変更よろしくお願いします、えー、以上道路交通情報をお伝えいたしましたはい、えー。ツイキャスメッセージ盛り上がっているのでご紹介したいと思いますマスオさんから、えー、基本的に iPad だよ今はパソコン 携帯は基本的に気づいたら留守電とメールを見る感じ。本当はやめたいんだけど、いろいろしがらみがあってやめられないときております。そうですね、なるほど。このガラケーを持ち、あ、ガラケーって言っちゃいましたね。フューチャーフォンを持ちながら iPad を持って、で SNS は iPad で、まあ、こういうタブレット端末で、で電話するときにだけいわゆるフューチャーフォンを使っているっていう方もねいるかと思います。 まあね、この SNS、結構しがらみがあってねすぐ返さないととかあ既読つけちゃった返さないといけないなとかっていう、ね、こういうねこいいわゆる SNS 疲れがですね今、この問題になっているんですけど、まあね、この SNS 疲れ皆さんありましたらです、ね、ぜひ。 トロフィカルビーチに来て海を眺めて帰ってくださいそしたらその SNS 疲れも癒されると思いますその間ね SNS に触れないように携帯あ写真撮りたいなと思って携帯持ち込むのもいいんですけどもね携帯はねバイクとか車に置いてじっくりとビーチを眺めて 疲れを癒してから SNS 返してもいいんじゃないかなと思いますよい,いいんじゃないですかそういう楽しみ方いいと思いますよはいはいありがとうございますでスプリームさんから沖縄フェスタは代々木公園ですね週末はまさかの室内熱中症で死んでいましたって大丈夫ですか沖縄15回以上行きましたがまだ久高島に行ったことがないんですよね行ってみたいですってありがとうございます久高島ですねまあ、神様の島って言われてるところでニライかなイなんて言われたりもするんですけど僕もですね久高島行ったこと がなないいんでですすよ行ってみたいですねこうなんか久高島とこのセーファーおた見えるんですけどセーファウタたきて沖縄のえ南城市にあるところなんですけど昔ですね王様がこのお祈りをそのさせた場所なんですけどもこのセーファウタたから久高島見えてこの一帯がですねいわゆる聖地になっておりましてまあ、観光客最近は皆さん行かれたりするんですけどさすがにね久高島まで行かれる方っていうのはあんまりいないんじゃないかなと思います。 あのね、久高島もねなんかやっぱり神の島なのでこの、まあ、行くのはいいんですけどもあんまりねこれが人気が出すぎてこの人がいっぱいで環境が汚されるのは嫌なのでやっぱりねこの人気が出てきたらちょっと制限をかけるぐらいにしてほしいなと僕は思いますはいはいありがとうございますではではここら辺でまた1曲お届けしたいと思いますはい本日ですね 私番組ではですねこの本日の誕生日の方にまつわる音楽をおかけしているんですがですねちょっとね大事な大事なこのの誰が誕生日なのか曲はね準備してるんですけど一体全体誰が誕生日なのかっていうメモをですねちょっと取り忘れてしまったのでおそらくこの方だったんじゃないかなっていう方。えっとですね 続いてかける曲はですね少年隊の仮面舞踏会確か少年隊の錦織さんだったかながですね本日5月22日誕生日っぽかったのでこの曲をおかけしたいと思いますちょっと曲中にですね調べておきたいと思います、えー、それではお聴きください少年隊で仮面舞踏会ですどうぞ どうもてんやわんやでおお届けしておりますちょっとね、ツイキャスじゃなくてフェイスブック、Facebook SN、ね、SNS にまた SNS 投稿しないといけないんですよ。はい、ゆとりがあってね投稿したかったんですけど、写真の方はもうすでに撮ったので、この撮った写真と今日の内容を投稿したいと思います。えと、ー、ですね トロピカルビーチはいあ投稿フェイスブック投稿完了しましたえっとね曲がね 用意してきたアーティスト <laughs> あーあれあれあれ誰だろう今日の誕生日はあれ日付を間違えたのかなもしかしたら今日あれ えそんな昔いやごええー、あれああーなるほどなるほど響き見てましたね逆です亡くなった方の一覧見てましたえー、っとあ錦織一希夫さんでしてね錦織うわ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 わ はい。はい。今何時だ。ええー、二十四分ですね。次の曲の準備ですね。えー、っと、次の曲は。ええー、誰だ。うん。ああ、はいはいはい。これでいこう。ええー。 あちなみに今日亀田史郎さんも誕生日みたいですよこれでいきましょうはいえ曲の時間が短いやばいっすはいはいツイキャス皆さんメッセージありがとうございますあ えー、野の,の中の銀の蛍さん行ってみたい。観光地ヒロキックスのアパートと来ております。まあ、私のお家ってことですね。あの観光地ではないまあ、よそ様に見せるものでもないので、あのー、まあ那覇市内のどっかにあります。はい。だから、ちなみにこの銀の蛍さん、私のばあちゃんのね。家の場所わかるみたいなので今はですね。昔民宿やってたんですけど、今はね。 あの,あの、多分民宿中、やってはいるのかな、そんなオープンにはやってなく多分問い合わせがあったら止めるぐらいのスタイルしかやってないと思うので、まあ、通りがかったら、海洋博公園の近くにあの民宿光というところがございますので、まあ、殺到はしたら困りますが、まあ、近くにね、あの田園空間ハーソーという場所がありますので、最近ね、そこにコンビニができたんですあんな土い中にコンビニができちゃって、ああ、もう始まっちゃいます。 時時刻は午後まもなく27分を回るところですこの時間は FM ノワ湾トロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオからサザンブリーズ生放送でお届けしておりますよ、はい、トロピカルビーチ内のです、ね、こちら売店がございますところにです、ね、FM ギノワ湾のサテライトスタジオがございますのでぜひとも皆さんあこっちで放送しているんだというので見学しに来てもいいかと思います。ぜひトロピカルビーチにに遊びに来てください はいツイキャスですすねコメントたくさん来ております本日ね6月22日ですね少年隊の錦織和希夫さんの誕生日でございましたということで、まあ、それにちなんで少年隊の仮面武道会おかけしました最近ね、ねこの錦織さんの「錦織」という字を見るとかつては錦、まあ、織さん西木織さんだったんですけど今じゃね、ねあのエアー系でおなじみの錦織さんが出てきたので。 あれを見るとこりって呼んでしまいまいすよね。でも実は僕が小学校の頃ですこ、ね、ろに錦織と書いて錦織でもなく錦織でもなく錦郡さんっていう方もいたんですよねなので、まあ、今はね多分大半の方がえっ錦織さんですかって呼ぶかと思うんですけども、まあ、3パターン読み方ありますので注意してください、まあ、いつ役立つか分からないんですけど、まあ、沖縄だとね錦織さん錦織さん錦織さんあんまりいないかと思うんですけど 一応まあ予備知識として皆さん頭の中に入れてはいかがでしょうかそれからマスオさんからナオミキャンベルも今日誕生日だよってきておりますで亀田パパもそうですねこの2人も今日誕生日みたいです亀田さん、まあ、ボクシングといえばね先日沖縄出身の伊賀さんがね二十、まあ、何,何年ぶりかにまたね王者になったんですけど、まあ、僕もちょっと見てたんですけど慶応、まあ、やっておーってね まあその時のの、ね、具志堅陽光さんの、ね、冷静さすごかったですね、まあ、冷静さなんですけどまたあたってインタビューの時にちょっと涙を流されててあいいシーンだなって思いましたねで残念ながら僕の、ね、大学の大先輩に当たります村田さんは、ね、ちょっと判定で負けちゃったんですけども、まあね、僕、そこまでボクシングわからないんですけど まあね頑張ってほしいなって日本人頑張ってほしいなって思いましたはい話それました元に戻しますえツイキャスですねあコンテニーコインいただきましたすけさんありがとうございますあ野の中の銀の蛍さんがですねまあこれ地元トークなんですけどうちのばあちゃんあの元部に住んでるんですけど超ど田舎で夜は真っ暗なんですけどそこにそうなんですよローソンができたんですよねびっくりしましたこんなところにローソンできるんかーって まあねあのー、一体全体、ね、どういう方が来るんだろうなとうう思いました、はいえー、どんなこんな感じでツイキャス皆さんコメントを募集しているのでぜひぜひお寄せください本日のメッセージテーマがですねあなたの行ってみたい観光地はどこですか カです。メールでもお待ちしておりますのでメッセージお願いします。メールアドレスは 797@fm ギノワン .com、797@fm ギノワン .com です。皆様の参加お待ちしております。さてこの時間はですね、FM ギノワンからのお知らせをいくつかご紹介したいと思います。まずはですね、FM ギノワンからのお知らせです。FM ギノワンでは一緒に働くスタッフを募集しております。18歳以上でラジオが好きな方、ラジオ 業局で働いてみたい方性別経験は問いません人と接するのが好きでやる気さえあればどなたでも参加参加ではないですね、えー、募集可能です、えー、出勤日は月曜日から金曜日時間は午後6時から深夜0時まで時給は714円からでもちろん働きに応じて昇給いたします出勤日時間は相談に応じます、えー、お問い合わせは <laughs> FM 議の案電話番号098943 零零九四零九八九四三零零九四メールアドレスが七七九ア7 9 7 a t f m g u i n e 1 c o m 7 9 7 a t f m g u i n ドットコムです。えまずはお気軽にお問い合わせください。一緒にギノワン市を盛り上げていきましょう。まあ、ギノワン市のね、いろんな方と触れ合うことができる仕事となっておりますので、ちょっと気になった方はですね、ぜひとも FM ギノワンまでお問い合わせください。以上、FM ギノワンからのお知らせでした。はい。 え続きまして沖縄県保健医療部長からお知らせです平成29年ハブ交渉注意報のお知らせですハブ、えー、交渉とはハブに噛まれるっていうことですねはい、えー、沖縄県には猛毒を有するハブが生息し年間100人前後のハブ交渉患者が発生しております気温が暖かくなるとハブの行動が活発になり加えて農作業や行楽などで田畑や野山へ行てます の出入りが多くなる。この時期にハブ交渉被害も多く発生しております。ハブによる交渉被害は私たちの注意によって未然に防止することができます。草刈りやネズミの駆除など、敷地内の環境整備を行い、ハブが生息侵入しにくい環境を整えましょう。また、田畑や野山、草地などへの出入りや、夜間に歩行する際には十分に注意するよう心がけましょう。もしハブに噛まれた場合は激しい動きをしないで。 身近な人に助けを求め早急に医療機関で治療を受けましょうハブを見かけた場合すぐ近くにいる場合は近づかず近づかずに警察または環境対策課に通報してください5月から6月 9月から11月はハブが活発に活動する時期でハブにかまれる事故が多発しておりますハブ対策の知識を深めハブによる被害を防止しましょうとのことですね、えー、ハブはですね別に田舎にいるわけではなくてですね僕の住んでいる那覇の近郊ででもですねハブの目撃情報ございますし学校 にハブがいたよという情報とかもございますので皆さん、油断せずにこの草が茂っているところに入るときはですねハブ以外のまあ害虫とかもいますのでぜひ注意してください特にですねこのジメジメした時期とかちょっと薄暗くなってからですね注意が必要となりますので皆さんハブを見かけましたらですねぜひとも警察または環境対策課にご連絡ください以上、沖縄県保健医療部長よりお知らせでした。 えー、続きましてですね、はいえー、こちら宜野湾警察署より巡回連絡にご協力のお願いです。えー、巡回連絡とは 制服警察官が受け持つ地域のご家庭を一軒一軒巡回し気になることや犯罪に関する情報などを直接お会いしてお聞きしたり防犯に関する情報を提供連絡することによって体感治安の向上に役立てようとするものですでお話をお聞きする際に家族構成や連絡先などをお聞きしますので皆さんご協力をお願いします まあね多分警察の方、ですね警察ですぐ分かるような格好とかいろいろしてくるんですけども、まあ、それ自体がねちょっと本当に警察官なのかって心配な方ですね、まあ警察手帳をお持ちですかとか警察手帳確認したりですねまあ、警察署に問い合わせしても宜野湾警察署に問い合わせしてもよろしいのでですねままあわかりましたら警察官って分かりましたら皆さん、ぜひともね地域の 防犯対策のためにですね、ご協力よろしくお願いします、それでですねもし、この何か、まあ、これはこの巡回経営連絡ではなくて、もし何か不測の事態が皆様の周りで起きましたら、まずは冷静になって、ですねこのなんか一大事が起きましたらな、110番通報する際にはですね、まずは落ち着いて、何があったのかということを警察にお伝えください、泥棒が入りましたとか入ってます。 見かかけましたとか交通事故見かけましたと交通事故に遭いましたそれから喧嘩がどこどこで起きてますよということでまず何があったかということを冷静に警察官にお伝えくださいでどこであったのかいつぐらいからこの事故事件が発生しているのかで犯人 はですね、どういった方なのかということを伝えてでさらには現状報告けが人が出ていますよとかどういった被害が出てますよ事件事故こんな感じでしたよということを伝えた後にですね今電話されている方の住所氏名電話番号を警察官にお伝えください、まあね、事故があった時皆さん取り乱すかもしれないんですけどもまずは冷静に1回落ち着いて状況を説明することが大切ですので冷静にねで警察にご連絡ください でなおですね、走行中の電話は危険ですので、運転している際に何かこういうこと事例を発見あの発見したとか見つけたまああった方はですね、車を安全な場所に停めてから通報をしてくださいとのことです。え以上ギノワン警察署からのお知らせでした。はい。えー、それからですね、えー、はい。 えー、明日の献血情報をお伝えいたします、えー、明日ですねくもじの献血ルームはですね9時30分から朝9時30分から夕方の5時30分まで空いておりますで出張献血ですが5月23日、えー、宮,古島宮古島市役所平良庁舎にて朝9時から、えー、11時45分それから えー、午後1時から午後5時まで行っております。で、沖縄本島内ですと沖縄市の日経ビジネスで、えー、朝9時20分から、えー、夕方ですね4時まで行っております。えー、皆さんの献血お時間ある方はですね献血のご協力お願いいたします。そしてですねこちらいろんな報道機関でですねあのー、情報を呼びかけております行方不明者 あ、すみません失礼しましたちょっとマイクに当たりましたね行方不明者探索の情報拡散のお願いですえっとですねはい少々お待ちくださいえっとですねはい、えー、ジャナユータさんがですね、えー、先月4月4日の火曜日の午後5時15分頃ですねまあちょうどこのぐらいの時間帯にですね 父親の携帯に友達と出かけると連絡がありそれ以降糸満市の自宅を出た後、行方不明となっております免許証を持っておりますが車がないため友人の車で自宅に迎えに来てもらったと思われます行方不明になる当日に会っていた友人の情報もなく4月4日火曜日以降本人の携帯に連絡してもつながらない状態となっております、えー、ジャナコータさん。 私先ほど、ジャナユータさん、ですね失礼ししまたさん1994年7月7日生まれの22歳の男性でえ特徴はですね身長1 7 0ンチ中肉中背髪型の方が単髪で黒髪で若白が混じりで視力が悪く普段はコンタクトをおかけしているそうです物静かでおとなしいタイプなのではしゃいだりはするタイプではなく落ち着いておりますでいなくなった当日に履いていたのはクロックスだそうです。 えー、ジャナユうたさん、お見かけしたちょっと近い方とか、あれ、うん、あれ、あのさっき言ってたジャナさんっぽいかなっていう風な感じで、少しでも心当たりがある方は、ですねもしかしてそのジャナさんっぽい方をお見かけした方は、えー、電話番号、0909789-0468、0909789-0468までご連絡くださいはい。 以上、行方不明者探索、捜索、情報拡散のお願いでしたはい、えー、ツイキャス、皆さん、メッセージありがとうございます。あ、野の,の中の銀の蛍さんからクイズが来てますよ、名字え、これ、4月の、これ、なんて言うんだろうね、のりの日って書いて、なんて呼ぶのか、そもそもですね、この漢字自体が僕、読めなかった。 とということで野の中の銀の渡さん、この漢字,の苗字私、読めないので正解待っております。はい、で、シュプリームさんからですねなんか移住計画中だから FM 技能の求人に応募しようかなと、なんか、ね、気になりましたら連絡ください、まあ、ね沖縄ね、最近ね、まあリスナーさんの方でも沖縄に移住したよっていう方、あったんですけど、まあ、すごいですね、皆さん。 沖縄ままあまあ沖縄もいいですけど県外も県外でいいですけどシ、ね、ュプリームさん、東京みたいなんですけど東京も東京でね遊ぶところいっぱいありますからいいと思いますよ、僕も東京に4年間住んでいたのであっちの遊び場楽しいとかっていうまだねちょっとああ、東京あっち行きたいなっていうのねまだ残ってるんで逆に僕はね休みの日に東京の観光地ではなくてですね友人に会ったりしに東京に行きたいなと思っています。 でアルファウィングケインさんからは、えー、ヒロキックさんご無沙汰しております他局も聞きながら仕事しているのでなかなかコメント残,さない残せないですまたの機会に優しくですでありがとううございますもうね聞いていただけるだけでこうやってコメントいただけるだけでものすごくありがたいです、はい、で本明日の久米島の天気予報は晴れで予想気温は最低23度最高28度降水確率は10%のことですだそうです。 なるほど。まあ、ね、こうコミュニティ、ツイキャスでこういう風な感じで各地の天気情報とか情報が寄せられるってすごくいいなと思います。なんか皆さんのね、お住まいの地域のプチ自慢なり。 この情報がありましたらね、ぜひお寄せください。これがね、コミュニティならではの面白さだと思うので、皆さんで楽しいラジオを作っていけたらなと僕は思っております。皆さんメッセージありがとうございます。メールの方も来ているんですが、ちょっと後でね、ご紹介したいと思います。まずはその前にですね、曲をお届けして、ちょっと一休み、八休みしたいなと思います。ではですね、続いておかけする曲は。 えー、横浜銀梅の突っ張りハイスクールロックンロールこちらをお書きしたいいと思います1964年の5月22日にですね、えー、島大輔さんの誕生日、まあ、島大輔さんは正確に言うと横浜銀梅のメンバーではなくてなんかこのコラボしたみたいな人。 ポインですけども、まあ、僕のイメージとしてはね、この突っ張りロックンロールイコール島大好きさんなので、こちらの曲お届けしたいと思います。それでは皆さんお聴きください。横浜銀麦で突っ張りハイスクールロックンロールです。 芸能ニュースの方ね私用意してないのでどうしようかななんか芸能ニュースないかなメッセージ紹介してちょっとこ曲いこうかなと思いますえー、何の曲だろう ?We are never, あ h we are never, あーえー、っとねあそう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  We are ever never getting back こちらかけを次 We are never ever getting back to together.Taylor、えー、Swift、はいまあ、この曲って言ったらなんだったっけ、えー、最近ね、このんだったっけが増えてるな。あれよ、おうちのやつ。おうちのやつ。おうちのやつなんだったっけおのやつテラスハウスの曲だ。次これかけたいと思います。次しね結構来てます。あな何何何 えー、マスオさん、先ほどのやつ、綿貫、7月1日、えー、何綿貫は正解かな、たまたま同級生に綿貫の方だったけど、いたので知っていましたあ、なるほど、なんで綿貫なんだろう、この4月、これ何日って読むの、なんで綿貫っていうんですかね、なんかね、一個だけちょっと芸能ニュース読みたいな。 とまあ SNS ですよ LINE のニュースからエンタメ情報あっ井岡和谷村菜々結婚ああ弱い弱い,な弱い弱いな弱い弱いなんかいい何かねあやばいもう終わりですね えーっとよしやってみたいと思いますやってみたいと思います怒涛の LINE ニュース回転寿司みたいなのやっていきたいと思います今思いつきましたこの LINE ニュースの記事をねパパパって紹介してエンタメ場を紹介して僕がチャチャを入れるっていうあまたねツイキャスの方で盛り上がってますねでは マイナス、プラスの名字はって何だろうマイナスは2の前あ、マイナスじゃなくて1ですね、漢字の1、2の前、プラスは分かんないそうですね、増尾さん。あーなるほど、1は2の前だから2の前さんですね。はい、はいいなんかどうでもいいんですけど、2の前、例えば佐藤舞さんとか鈴木舞さんが結婚して、2の前さんと結婚したら、2の前,前、舞になるのかなっていう。 こんなのありますよね例えば、最近だと後藤真希さん、後、まあ、まあ巻が伊達さんと、ね、結婚したら伊達真希になるわけですけどね、こんなのありますよね、一番有名なのが、ああ、安藤夏笑って、安藤夏さんもそうですよね、例えば伊藤夏さんとか佐藤夏さんが結婚して、安藤さんと結婚して、安藤夏になっちゃったみたいな、一番有名なのは小田真里さんですよね。あの小田さんと ま、マリちゃんなんとかマリ、例えば矢口真里ちゃんとかが小田さんとかと結婚して小田マリになっちゃったみたいなそういう話ありますよね、小田マ里さんとか小田マ里さんってなんかね変な感じですよね、はい、じゃあじゃあ、ちょっと CM 終わって本番に入りますので皆さん、しばしお待ちを。 時刻は午後5時46分を回ったところですこの時間は FM ギノ湾トロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズ生放送でお届けしておりますはい今ビーチちょっとアナウンスが入っちゃったのでビーチからはですね今少年の方が見てるんですけどあ、何してるんだっていう顔で見てるんですけどはい ラジオ放送しておりますただ今ね僕が今喋ってるこの声ビーチにはね今アナウンスが入ってるのに聞こえていないんですけどアナウンス明けにまたちょっと紹介したいと思いますよはいありがとうございますツイキャスにコメントですね「の」の中の銀の蛍さんがまた漢字クイズ来てるんですけどマイナス1プラスの名字は何ですかって来ておりますねでこれマイナス1じゃなくて漢字の1と書いてまあ、二の前さんだそうですねでプラスって書いてこれは10みたいですね で漢字の10で、つなし、えー、1, 1から数えて10は2がないからだそうです。と、うんなるほどちょっと難しかったはいラジオを聴きの方には伝わらなかったと思います申し訳ございませんまた、あ、もちっとこうやってクイ,ズクイズ出すの面白いのでぜひメッセージお寄せください。ありがとうございますではせっかく メールの方が来ているのでメールの方をご紹介したいと思いますアイデアのマスオさんこんにちはヒロッキー行ってみたい場所といえばやっぱり台湾かなえー、台湾いまいちよくわからないな天国行ってみたいねあとハーレムとかどこにあるんでしょうかね、えー、キャンプ付けラン跡地のディズニーホテルなんかどうかなえー、リアルでの話だと何度も行ってるけど大好きな京都の 忍寺ですかねえ読めないと思ったから振り金つきといたよってありがとうございます読めないですね読めなかったです、えー、っとこれはですね人弁に漢字のにまあ人さんとかのね名前の人さんとかの陣に平和の和寺と書いて忍な寺って呼ぶみたいですねえ京都の忍な寺ってどんな感じの場所なんでしょうか僕もね京都前から行ってみたいなと思ってるんですよあの台湾人の友達にいや京都いいよ 日本人だったら京都に行った方がいいよってことで京都進められるんですけどまだね1回も行ったことがないんでぜひ京都行ってみたいと思いますちなみに私京都の市内のバス1日乗り放題券持っていますなんでやねんって話ですよね、はいまあ、友達からもらったんですよ、はい、ありがとうございますどうでもいい情報でしたねえ続いて、えー、ユニオンの迎えの新妻さんからメッセージいただいておりますありがとうございます ひろきさん、こんにちは。今日のテーマ、行ってみたい観光地、海外ならオーストラリアに行ってみたいです。日本と四季が真逆と聞くので、こっちが夏の時に涼しいところに行きたいかな、コアラを抱っこしたり、パラグライダー、いや、思い切ってスカイダイビングにチャレンジしてみたいです。ひろきさんはスカイダイビングしたことありますかと聞いております。ありがとうございます、えー。スカイダイビング、もちろんございません、やったこと。怖いですよ、こんなんね。 スカイダイビングってこのスカイダイビングしてみたいなってすごいですねパラグライダーぐらいが精いっぱいじゃないかなってちょっと無理っす私私チキンなんであ見た目は豚ですけどチキンなんで無理ですでもいいですねオーストラリア行ってみたいですよ、まあね、実はね僕高校の時の修学旅行が本来だったらオーストラリアだったんですけども ま所持事情あって僕らの前の年1個上の先輩からシンガポールになっちゃってまあ原因は年油が上がったってことなんですけどねで僕らの年になって東京東京だったんですよなんでやって話なんですけどちょうどその時にインフルエンザが流行っちゃってこれ外国でインフルエンザたくさん出たらしょうもないぞっていうことになりましてまあ東京になったんですけどねで僕らの翌年 1まあ一個下の学年からまたシンガポールってなんで僕らだけだからね僕らの高校の歴史上国内の修学旅行は多分僕ら世代だけなんですよまあ僕ね修学旅行に運のない人生だったんですけどもまあね、まあ、行けるだけでよかったと思いますよはいきれいごとじゃないですよ本当にそう思いますよはいありがとうございます皆さんコメントありがとうございますではですね、まあ、ちょっとねもう時間がないっすねどうしよう 曲行こうかな。そうですね、時間がないので曲をお届けしたいと思います。今日、ですね、誕生日の方の曲をかけるって言ったんですけど本日5月22日はですね、ガールスカウトの日日といいう日みたいです。1947年の5月22日、第2次大戦で中断されていた日本のガールスカウトを再興するために。 えー、準備委員会が発足した日が5月22日でガールスカウト日本連盟が結成されたのはその2年後だったそうです。 ととのことで5月22日ガールスカウトの日ということなので、えー、ガールスカウトに所属していたアーティストの楽曲をおかけしたいと思います。えーっとですねまあ、皆さんご存知だと思いますテイラー・スウィフトさんはですね、まあ、アメリカなのかなごめんなさいねもう外国イコールアメリカっていう固定う観念あるんですけどテイラー・スウィフトさんがですね、まあ、外国の、ね、ガールスカウトに所属していたみたいなのでテイラー・スウィフトさんの曲をおかけしたいと思います。 まテイラー・スウフトといったら僕の中ではこの曲、We are never ever getting back together ですね、えー。この曲、テラスハウスのイメージがありますので、まあ、今後夏、まあ、恋愛するのに素晴らしい季節じゃないですか、夏にふさわしい曲とも言えるんじゃないかと思うので、この曲おかけしたいと思います。それではお聴きください。テイラー・スウィフトで We are never ever getting back this。どうぞ。 はいえー、なんだかんだしてるうちにですねもう50分を回りましたね、52分ですね、正確に言いますと、まもなく53分になるところです、皆さんツイキャスでのメッセージ、コメントありがとうございます、えー、スプリームさんから3年前まで、えー、これ何丸10年住んでましたから、二男児、懐かしいな、オムロザクラという背が低い桜が有名ですよと。 なるほどえー、行ってみたいですね京都うちの母親も京都御所行ってきてよかったよって言ってあのですねこのキーホルダー京都御所のですねキーホルダーをこうこのこいつのマークの菊のマークをしらった家紋のこのキーホルダーのあれもらったんですけど行ってみたいですねやっぱ京都歴史があるところなのでぜひとも。 行行けるんんだだったたら京都に行きたいそうだ京都都ににきいいそそううこですはい、まあそんなこんななですね本日もなんだかんだ言ってね、この今日ちょっと芸能ネタ準備してきてなかったんでお届けできなかったんですけどね、なんかエンタメ回転寿司みたいなコーナー作ろうかなと思います。とりあえずエンタメニュースをパッ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 て紹介して、私がちゃちゃを入れるとか。 例えば、マ真ンユ優事務所移籍で芸名も、えー、新たマ真ンユ優に変更ってえトップコートですね、え須田将樹さん、今をときめく須田将樹さん、それから松坂桃李さんえ、こっち書いてないですね、佐々木希さんもですねトップコートですねトトップコートに移籍するそうですって、まあ、ちなみにマ真ンユ優さんのお父さんといえば千葉真一さん、ん千葉真一だってるよね、うん、千葉真一さんですけども、すごいですね。 えー、マッンユ佑さん、あんな顔になりたい。はいでですねあ、不倫騒動のカナ・ブーン・イーダ、ステージで深く頭を下げるってありますね。ロックバンドカナ・ブーンが都内で行われた野外ロックフェス、メトロック2017に出演しましたとのことで、えっ、ー、とですね、まあこのベーシストの、えイーダと書いて、メシダって呼ぶみたいです。メシダユーマさんが えー、なんかこの宣言宣言よしこさんねまあ清水文香さんとの不倫騒動のねあこれならだなかなぶんはみんな芸名なんだ谷口マグロってもうメンバーがいるみたいですねなんか深々と謝罪したみたいですよで8.6秒バズーカ田中シングルに第1子の女児誕生はいあまり興味ないのでパスしたいと思いますお 得意昨年の隠し子報道釈明友人女性の返答が悪かったあ放送戻りますはいお届けしたのはテイラースウィートで We are never ever getting back together でしたもう放送終わりますので今日の放送はこの辺となります皆さんありがとうございました来週も月曜日聞いてくださいねお届けしたのは FMG の1のひろきでした皆さんでは来週お会いしましょうさようなら はいなんだかんだでもう56分なりました今ねトロピカルビーチなんか海外の観光客の人っぽい人がですね写真撮っておりますまあねビーチに遊びに来る結構ね今日曇ってる割にはだいぶ海が綺麗に見えますよ皆さんもぜひトロピカルビーチ 遊びに来てください皆さんツイキャスコメントありがとうございます。マスオさんありがとうございました。野の中の銀の蛍さん、シュプリームさん、アルファウィングさんありがとうございました。それではまた来週、ぜひ聴いてください。来週は時間ありましたらね、ちょっとね、また芸能ニュースのことをね、どうでもいいような話をね、する時間にしたいなと思います。皆さんありがとうございました。ではまた来週聞いてくださいね。それではまた来週。